NMS レジエーレ・フェルディナンドは、ルーマニア海軍の駆逐艦である。艦名は、ルーマニア国王フェルディナンド一世にちなむ。レジエーレ・フェルディナンドは、ルーマニア王国海軍向けのレジエーレ・フェルディナンド級、駆逐艦の一番艦として、ソーニクルフト社によって設計された。1928年、イタリアナポリのパティソンヤードで寄港、同年12月2日に、浸水。 1930年に収益した。艦は 533mm 魚雷発射艦6門を第2煙突とミズンとの間に装備していた。また、艦橋前に2門と艦中部に1門、後部に2門の合わせて5門の 120mm 砲を搭載していた。このほか、若干の対空兵装を有していた。射撃艦制装置としては前後の艦橋に、 即虚偽が備え付けられていた。第二次世界大戦中は主に戦艦護衛に従事した。レジェール・フェルディナンドは1941年12月17日にソ連の潜水艦 M-59 を撃沈した。1944年8月29日、コンスタンツァにあったレジェール・フェルディナンドは侵攻してきた、赤軍によって捕獲された。9月14日にルーマニアが降伏すると、 レジェール・フェルディナンドは、戦利艦として、正式に、ソ連の所有物となり、赤色海軍国会艦隊に編入された。同時に、艦名は、勇猛果敢なという意味のロシア語の形容詞から、リホーイと解消された。リホーイは1951年7月3日付で、ソ連海軍を除籍され、ルーマニアに返還された。かつての王政は倒されていたにもかかわらず、艦名は、 元のレジェーレ・フェルディナンドに戻された。1950年代以末に退役。1960年に除籍された。ありがとうございます。